黒豹第4章の続き始めます。今からカムロ町1位を目指します。右京ちゃんは30位からスタート。ようやく15位、相手は世紀末太郎。この頃から北斗が如くの構想があった？
やはり肩パッドとか炎放射器が足りない。せめてお仏は消毒として転生していただきましょう。いよいよ上位10名。ここから試合時間が長くなります。
すでに1位に挑むことができますが、せっかくなので2位に挑みます。
いよいよ1位に挑みます。相手はノブ。シンプルな名前、所属チームなし。これは強キャラの予感。レベル30、スタイルは極めし者。ラスボスと同じです。
ようやくカムロ町1位となりました。商品は開運の数珠、装備すると雑魚エンカウントをなくしてくれます。カムロ町を走り回る右京ちゃんにはとてもありがたいものです。本編に戻ります。竜がごとく名物、クレーンゲームを強いられるです。このゲームのクレーンゲームは難しいです。
丈夫か？首が、早く救急車。お前は弱っちぇ、空手なんてやってるから負けるんだって。右京、なんでいるんだ？ちょっと聞きてえことがある。なんだよ。そうか、俺も藤本先輩みたいにする気か？ちげえよ。そもそもあれは また同じこと繰り返すのか。この騒ぎもお前の仕業か？また鑑別所送りだぞ。警察に通報してやる。本当に面倒くさい。竹中が天馬と。まずい。まさかあいつ俺を売る気じゃ。達也君。さあさあ、今夜の勝負は見逃せないぜ。これが本当のリベンジデスマッチだ。我らドラゴンヒートが誇るカムロの恐竜タツヤに挑むのは47歳のタクシードライバーノブミチ。なんとタツヤに息子を頸髄損傷に追い込まれた男が敵を取るためにルール無用のコロッセオに登場だ。どうだ気分は？この野郎、勝手な試合ばっか組んでんじゃねえ。俺に恨みのある人間なんてぶつけてきやがってよ。怖いか？アホか、あんなジジイ怖かねえ。それじゃ紹介しよう。凶暴な竜を地獄へのドライブ一直線へと連れ込み、息子の恨みを晴らせるか。オン・ザ・テイクレイジー・リベンジャー藤本信道。見ろあの顔を。顔？なんだ？いいか、親というものは子供のためなら命を投げ出してでも何でもする。それが傷つけられた恨みならなおさらだ。あんた本当汚ねえよな。何がだ？俺が強えからって今度は俺がやりにくい相手ぶつけようと考えたんだよ。心配無用だ。俺は甘くないと言っただろう。いいことを教えてやろう。藤本は全日本を3度制した空手の猛者だ。な、伝わってくるだろう。これが本当の恐怖だ。解くと味わうがいい。なんて恐ろしい顔してやがんだ。まるで底のない沼を見てるような目だ。だが俺にも後はねえ。やるしかねえんだ。それじゃあ今夜のリベンジのターゲットを紹介するぜ。オン・ザ・ヘッド！目下3連勝中のカムロの恐竜タツヤ。おっさん、やめるなら今のうちだぜ。息子の苦しみを味わうがいい。
ドラゴンヒート第4戦藤本信道戦です。祭りで右京ちゃんのレベルが上がっています。さらに商品で能力が全体的に上がっています。パンチもキックも一撃必殺の威力があるわ。接近戦で投げを主体にして。そら！お前、本当にやったのか？なんだ？お前、本当に爪をあんな目に遭わせたのかって聞いてるんだ。違う。何？でも、違うって言いてえけど、あんな目に遭わす気はなかったけど、確かに俺は手を出した。それは本当だ。なんだと？何が言いたい？俺も常夫がなんでああなっちまったのかわかんねえんだよ。わからん。しつけえな。誰なんだよ。傷害事件のことでお電話いたしました。先ほど神室町での傷害事件がありました。犯人の少年は逮捕したんですが、被害者の証言から今回の犯人が過去の常夫君の暴行にも関与していたことが明らかになりまして。え、その犯人って？犯人の名前は杉山。ええ、杉山治、同じ空手部の後輩だったそうです。え、
怖い？おさむってあの？理由は？強いて言えば怨恨といったところでしょうか。部活動でかなりきつい仕事を受けていたようですし、あと右京とかいう生徒のことを相当根に持っていたようですな。後ほど詳しく。おい、なんだ。もう一度だけ聞く。お前は本当に常をあんな目に遭わせたのか。私には分からん。お前は最後とどめを刺そうとしなかった。抵抗できない人間の首を折るほどの人間がなぜそうしなかったのか。病院？もしもし。親父、親父か。この声は常を。達也との試合はどうなった？俺と戦うことを知ってたのか？親父、達也は？親父、達也はいるのか？俺だ、達也だ。そうか、親父は負けたんだな。よかった、ありがとう。よかった。はあ、それできっと親父は分かってくれるはずだ。もしもし、爪をか。何？わかった。わかった。お前の言う通りだ。爪をが、今日、リハビリで初めて歩けたそうだ。そうか。私はただの逆恨みをしていたのかもしれん。事実に目を向けず、やり場のない怒りをぶつける先を探していたんだ。でも俺は確かに常を。いや、常をはずっとお前を恨んでいなかった。むしろ私に言い続けた。右京達也は恨むべき男ではないと。だが私の怒りは消えなかった。私は常をの言葉がどうしても信じられなかった。どうしてもお前をこの手で。ドラゴンヒートに出たのは常雄の勧めだ。え？私が常雄に、君がドラゴンヒートに出ていることを言った日だ。あのガキ、のうのうと格闘家ずらして。親父。なんだ？親父、ドラゴンヒートで戦いなよ、達也と。そうか、仇を取ってほしいんだな。違うよ、達也を知ってほしいんだ。どういう意味だ？戦えばわかるよ。それに親父は負ける、きっと。なぜだ。親父いつも言ってるぜ。逆恨みとか仇討ちとかそういうことで戦うなんて意味ないってさ。あの日、俺は達也に敵討ちを申し入れた。親父の空手が否定されたような逆恨みの気持ちもあった。今思えばあの時点で俺はバカだったんだ。でも常を。むしろそんな理由でも戦ってくれたのは達也の方なんだ。でも親父はそれじゃ納得できないんだろう。私も空手をたしなむ身だ。戦ってみて分かった。お前は強い。常雄がさっきの電話でも言っていた通りだ。あれは喧嘩だったが、男同士のフェアな戦いだったと。常雄が子供の喧嘩に口出しして、卑怯なのは親バカの私だな。常雄には奴のために戦ってくれる親父がいて、思ってくれる仲間がいる。なのに俺は。お前さんは大丈夫か？まあな。いて。無理しないの。藤本さん、肋骨3本折れてました。なのにあそこまで頑張れるなんて。
父は強しね。ああ。あのお父さんがそばにいれば、スネオくんも絶対歩けるようになるわ。お前本当にやったのか。なんでさっきやったのはお前かと聞かれた時、自分じゃないと言わなかった。言えなかったんだ。なんで？スネオも俺があそこで相手にしなかったら、あんな事件にならなかったのかもしれねえって、そう考えてた。確かにそうだな。何？戦いに大切なことは責任を問うということだ。責任？何の？戦いの理由は星の数ほどある。自分のプライドのため、人のため、金のため、その理由にみんなこだわりがある。だが戦った結果は勝敗以外の思わぬ結果を生むことがある。結果？どんな結果にせよ、自分の戦いの結果は全て自分のものだ。思い通りにならなかったと言って後でどうこう言い訳するのは逃げることと同じだ。お前はお前さんなりにその結果に責任を感じたってことだ。だからあの時親父さんに言えなかった。でもそれは自分が起こした結果をお前さんが受け入れたということだ。その姿勢が最後に親父さんに伝わったのさ。その常雄という子も立派だ。自分の責任をちゃんと感じているんだからな。男っていうのは自分のやることに責任を持たなければならないってことだ。痛むだろう。ほら背中見せてみろ。くそ、何が親父だよ。親父どころかお袋の思い出も俺には何もねえ。預けられた親戚の家には居場所がなかった。親もいねえ、金もねえ、頼れるのは自分だけ。俺は自分の力でここまで生き残ってきたんだ。責任だ、納得だ、綺麗事じゃねえか。ふざけんな。スネ夫が今日リハビリで初めて歩けたそうだ。男っていうのは自分のやることに責任を持たなければならないってことだ。もうちょっとだけ続くんじゃよ。このゲームはチャンピオン外では食事できません。右京ちゃんはキャバクラに行っても飲酒はしません。未成年ですから。
ここは長楽の近くか。戸田？奴は死んだはず。俺が殺してしまったはずじゃないのか。おい、どうして私から逃げたんだ。こんなところで何をしている。くそ、武器を。チキショー、もう終わりだ。乗れ。危機一髪、ピンチを救う救世主ってやつか。天馬、よければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。